そして第11試合です。ライジン MMA ルール5分3ラウンド61キロ契約肘張りで争われます。ビクターヘンリー VS トレント・ガードル、両選手の入場です。まずはガードル選手からお願いします。はい、ガードル選手、60.95 クリアです。クリアしました。さあ続きましてヘンリー選手。はい、ヘンリー選手、60.50 クリアです。クリアしました。さあそれではまず正面を向いての写真撮影になります。ビクター・ヘンリー選手はですね、非常に注目されているのはバンタム級の選手でもありますけれども、いよいよ待望のライジー参戦ということになりました。私自身も個人的に楽しみにしている選手であります。そしてトレッド・ガードル選手、さあ睨み合った両者、冷静な表情のままに明日の戦いを迎えることになります。バンタム級戦線、どちらがかき乱してくれるんでしょうか。続きまして第12試合です。ライジン女子 MMA ルール5分3ラウンド49キロ契約肘ありです。チャンピオンが名古屋にやってきます。